はいどうも、きょもちゃん大好きおたけび美容師です。今回はなんと第8話のレポをここ聖地の階段、つかの間の一花のエンディングの階段で撮っていこうと思うんですけど、もうちょっと日が暮れて実際問題めちゃくちゃ寒いのでよそで撮ろうと思います。オープニングだけここです。やってきたよ。はい、今日はね3人で、私とカニちゃんとカイちゃんでつかの間の一花のあの階段行ってきたんですけど、あ、ちょっとあそこでね、あの第8話のレポをするのは寒すぎるのでビッグエゴに行きました。イエーイ。でですね、今回のつかの間の一花第8話、一言で言うと泰楽と秘湯性という漢字を読める人はいますかっていう話でしたね。あとはね、今回私がやっぱ気になったのは、あれカレー何日分に分けたのかなっていう。え、めっちゃ分けてました。結構分けてた。しかもって前回も米盛りすぎだったんだけど、なんかカレーきょもちゃん食べるとき、うん、カレーと米の比率がちょっと私と違うんだよね。あのスプーンの上にもうちょっと私ならルー乗せるの。うん、でもめっちゃ思いました。少なめじゃね、うん、全然ほぼご飯みたいな。そうカレー食ってる感じです、うん、あれは多分あれじゃない、いちかのそのジップロックに分けたカレーのルーの量が少ないから、きょもちゃんが気使ってしか使えねえ女だなマジで。でちょっと最近いちかちゃんとゆるぎ先生がすごい気持ちがつながってきちゃってるなっていうのがあって、ね、一番気になったのがなんか流れ星がヒューみたいな飛んで、なんか君は何を願うのみたいなこと言ったら、いちかがなんかその先生のその特別講義みたいのがあったら一番前で見たいです、うん、いや流れ星にそんなこと願う、願わん、もっと他に願うことあるよね、うん、例えば私が中学生とかだったら、え、ゆるぎ先生と付き合えますようにとか、なんか例えば目の前にゆるぎ先生がいるから、うん、え、好きな人と結ばれたらいいなって願いましたとか、うんうんうん、先生の講義が、まあでもそっか、2人とも余命があるからそれはまあ、うん、いやまあいいのよ、それはいいの、いちかがゆるぎ先生の講義を一番前で聞きたいのは全然 OK、うん、問題はその大問題発言はその次なの。それで先生は何を願ったんですかみたいな、したら同じことだよ。あ、そう、同じこと、どういうこと、一から一か先生になったのおかしいでしょ。いや、そうじゃない、そうじゃなくて、要はゆるぎ先生は自分が大学の講師としてまたね、特別授業でも戻って、うん、1回だけでも戻ってその授業を一番前にって聞いてほしいのが一かっていう意味でしょ、うん、あれそういうことです。そういうことですね。私国語大丈夫？ああ、絶対そういうこと、あれは。え、それでもそういうことじゃん。え、両思いってことでしょ。うん、あれ絶対もうそのまま止まってるでしょ、いや、うん。え、ちょっと今日気になる DVD あるから見に来ないみたいな。行く行くみたいな。その場面がいきなりパンって朝。朝中。朝中。なったなった。え、事後。絶対そう。あれは朝中。あれは朝中だよね。ってね、流しましたよね。うん。ゆるぎさん。ゆるぎさん、ちょっとやったんですか。あの夜、いちかさんはお家に来たんですか。来たんですか。来てません。来てない。ああ、来てないか。いや、来てないと思うのよ。正直、ゆるぎ先生も別にそんな、ね、もしかしたらいちかにちょっと心奪われてるかもしれないけど、そんな多分ガツガツ系、肉食系男子じゃないから。なんか影踏みやろうよみたいなさ、うん、あそこでもなんかわけわかんないローカルルールとか言って、うん、その先生とこれならどこまでも行けますねみたいな感じで、うん、縦に並んでるんですね。そう、縦に並んで先生が私の影を踏んでればどこまでも行けますねって言ったらさ、ユルギーは普通にさ、いやでもみたいな、僕は動けないじゃん、踏んでないしみたいな、あ、でも私の影を踏んでれば大丈夫なんですみたいな、わけわかんないローカルルールで、そっからさ、なんか2人でキャッキャキャッキャさ、キャッキャキャッ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 して、あんなのさ、だってさ、もうなんか恋ってさ、うん、愛とまた違うね。あれってもう超恋じゃない、うん、あれもう、うん、本当になんか純愛みたいな、そう、恋してる、愛してるのと恋してるのって違ってさ、うん、なんか両思いかどうか分かんない時にしか起きないあの爆発、うん、なんであんなもん見せつけられなきゃいけないの、めっちゃ幸せそうでしたもん、ね、いや本当だ、やばかったもん、まあ、でも番組だからね、まあ、そうドラマだから、ドラマだから見せつけられるよね、それ、うん、いやでもなんかすごい羨ましく、なんかもうほんとキスするとかしないとかよりもなんかもうあんな楽しそうにさ、あれは結構来る、来るよマジで、え、何一緒になって、だってあんたたち病人だよって。いや本
本人、いやでも病人なのにそんなこと忘れてはしゃげちゃうほど恋してるんだよ。そう、それほど幸せってことですからね。それもそれで辛い。辛いよね、うん、それは考えちゃう。だんだんともうほんと近づいてきてて、次回予告で、あれもう終わりじゃんだって。終わりです。見た、うん、次回予告。キョモちゃんもだってさ、しかもなんか病人でなんかここにブイーンみたいになってさ、このとなってたさ、キョモちゃんにさ、イチカが近づいてさ、なんか例えばもうイチカが一方的にこうキスをしようとしてるのが、まだなんかこっちも100歩譲って、うん、あ、まだやもんだよって思うけど、一方的だからね、うん、でもゆるぎ先生結構言ってんの、ね、でも来週中じゃん。いや、まだ分かんないです。なんで分かんないかって、あれ見たの、次回の僕見た。いや、なんかあそこで、うんうん、なんか誰か家族とかが、あ、先生が辛くなって水羊羹持って、ねえちゃん、ねえちゃん邪魔、邪魔ないわよ、いちか。屋上でこうキョモちゃんがちょっと軽くバックハグしてる時も、ね、いやもういい加減にしてリアコこじらせるよっていう瞬間でファッて話してくれたの。あ、監督分かってる。だからもう多分本当に見てる人からしたら絶対にリップトゥーリップにはなってるかなってないか分からない角度で、あ、したんだなっていう状態ですって、うん、多分本当にそんな感じな。それ以上はないってことだよね。絶対ないです。じゃあ来週も見れる。大丈夫、今回はレポが長かったんで、このつかのハッシュタグつかの間のゆるゆるキャラクターちょっとにしましょう。いや、ちょっとキムちゃんのトケツに関してはあの、うん、スルーしますね、うん、あんまりちょっと、うんうん、でもやっぱね、あのゆるゆる T シャツ見て、あれ私もかわいい、うん、おたおた T シャツでもゆるゆる T シャツさ、キムちゃんのさ、こう踏ん張ってこんな感じでここにさ、トマトあってさ、キムちゃんちゃん、ゆるゆるトマトはさ、ゆるぎ先生がこうするとトマト出てくるみたいな位置があれちょっと悪気あると思う。あれちょっと位置がちょっと良くなかったかもしれない、うん、みんなほらって、うわ、キョモタイガのキスインが来るぞ、うお、大量だ、まだ見れてないからこのテンションで入れてる、そうそうそう、その通り、グルタミンさん、あなたの言う通りですよ、いいですよ。第8話のゆるぎ先生とゆちかちゃんの会話で出てきたいくつかの言葉から最終回の流れを感じたんだけれども、あと服装、やっぱり ED の階段、ED? エンディング、ああED の階段は天国への階段、まあ今日登ってきたからね、あれはね、あれは結構、あれは天国への階段だよね。じゃあ可決した時のキョモちゃんのこの足ピーンってなってるのが可愛いかわ、もうちゃんと見てるんだ、すごい、そういうとこ。え、裸足好きで、ん、男の人の裸足が好き。あ、裸足だった。私なんかキョモちゃんの裸足とかかっこより、え、洋服に血ついちゃうよ、その血のりみたいなやつ、うん、そうかとする、そう、血のりついちゃう、うん、危ない、確かに思ってた。以上ね、今回のまあ今回はね、本当にあの階段に行ったのがね、そうですね、うん、まあ、まあいっか、じゃあそんな感じで今までで一番グダグダになった。